ホペイロの憂鬱という映画に、出ます。今撮影をしております。公開は今年の秋冬あたりを目指しているらしいです。まあ、どんな映画かと言いますと、まあ、ホペイロっていうのはポルトガル語でサッカーの用具係っていうことで、まあ、実際に J リーグとかでもあのホペイロっていう役割の人がいたりしまして、まあ、そんな役を僕が今回演じております。内容を説明しますと、まあ、J3 という J リーグの、まあ、3部リーグですね、 J3 にいるクラブ、弱小サッカークラブに巻き起こる次々のどうでもいい事件、それをまあなんかちょっと解決 しながらも、あとはホペイロとして選手たちと向き合っていく、まあそんなコメディーありヒューマンドラマあり、まあ、ちょっとスポコン的な要素もあり、そんな映画になりますね。まあ、まだ作品ができてないので撮影も終わってもないので、最終的にどういう映画になるのかまだ分かんないんですけど、まあ、でもなんとなく言えるのは、まあ、ホペイロっていうサッカークラブにおいてすごくこう、裏方の仕事なんですけど、なぜそんな彼が、待遇も悪いし安月給なのに、ホペイロという仕事を続けるのかとか、まあ、そういう、まあ、人がなぜ働くのかとか、自分である必要はあるのかとか、まあ、誰しも働く人が思うそういう葛藤を抱えている役で、ものすごく普遍的なテーマの映画になると思いますので、まあ、ここにどんな人に見てほしいとかそういうことはなく、本当に全ての年代の方々に楽しんでもらえる楽しい映画になると思います。はい。